101.5678 Kino1 FM is here today! はいたーい FM ギノワンをお聞きの皆さんおはようございます。今日は8月30日ですね。モーニング8これから生放送でお届けいたします。時刻は8時を回っています。ギノワン市旧なギノワンヒルズ通り沿いにあります FM ギノワンのスタジオから木曜日担当私タイル吉野ヨシがお送りいたします。はい皆さんおはようございます。早速今日は最高な天気ですね。こちら中部宜野湾の方は FM 宜野湾窓からですね、とっても綺麗に海が見えています。海と青い海と、ね、綺麗な澄み切ったような色の空が見えていますよ。さてさて先週の日曜日でお盆が終わりましたね。先週は旧盆というテーマでトークしていったんですけども、見ましたよ宜野湾市大蛇名にばあちゃん家があってですね、そこでエイサーを大蛇名青年会の道ジュネでみんなで踊ったりしてきました。はい、いいですね。やっぱりちっちゃい子がまた混ざってエイサー好きの子が必ずね1人か2人とかいるんですよね。そこで自分のパーランク持ってきて間に入って踊ったりして可愛かったですね。さあと思えばまた今週末すぐあれですよね、全島エイサー9月1、2かな。実は行ったことないんですよね私タイル吉野は全島エイサーだから、ちょっとでも見に行きたいなと思うんですけど、沖縄市の方ですよね。でもまた道が混むじゃないですか駐車場もないし。でもいとこにから聞く話によるとバスが出ているみたいなのでね、そういう交通機関を利用しながら行けたらいいのかなと思っていますけども、皆さんはどんなですか、全島エイサーは行く予定ですかね。さてさて、それではじゃあ今日の早速なんですけど、今日のオープニングテーマを言わないといけない。それははい、じゃあ今日のメールのテーマを発表します。今日のメールのテーマはザ・ブルーハーツの夢。はい、今日はですねちょっとこのザ・ブルーハーツの夢、おそらく知ってる方多いかなと思ってこの曲を選びました。この夢歌詞の中から言葉を選んで、そのキーワードにまつわるコメントメールもう何でもいいのでお待ちしています。例えばあれも欲しいこれも欲しいってあるじゃないですか、あれも欲しいこれも欲しいっていうテーマを勝手に一応作って、それに関するメッセージでもいいですし、夢がある夢っていうキーワードでメッセージいただいてもよろしいで、お待ちしています。本当に自由ですのでね。じゃあメールアドレスは 797@fmginowan.com、 メールアドレスは 797@fmginowan.com となっています。また FM ギノワンではユーストリームツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてくださいね。またサイマル放送もあります。スマホの場合はリスンラジオリスラジで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送をお楽しみいただけます。今日はザ・ブルーハーツの夢ですよ。はい、それではお待ちしていますよ。例えば一つあげようかな。私だったらね、あれもしたいこれもしたい、まあいろいろあるんですけど、今は旅行したいかな旅行行きたいですね。県内だったらもう島
いろんな沖縄の島々も行ってみたいですし、県外でも、もう全然行ったことないところもたくさんあるし、海外もね、行きたいですね。それでは本日のオープニングナンバーに参りましょう。今日のオープニングナンバーは二階堂和美さんで「目覚めの歌」。ですね。固まってます。あ、いいと思います。目覚めの歌。まさにいい感じの歌。動き出したところでやりましょう。休みも欲しい。ブルーハーツ流さないんだ。流したいですけどね、ちょっといろいろありまして、ちょっと今は後から流しましょうね。初めましてですね。カズニーさん、鶴ヶ島、ナルトラさん、デザインさん、石ころさん、鶴くん、ちいちゃん、クミシ、ユニバリさん、はい、夢、タイトル夢です。今日はあれも欲しい、これも欲しい、もっと欲しい、もっともっと欲しいのやつ。 俺には夢があるのやつですね。両手じゃ抱えきれない、俺には夢がある。夢わかります？ブルーハーツ、夢ですよね。タイトル、タイトル、はい、夢、結構みんなわかるかなと思って。多分もうすぐ復活すると思うんですけど、なんかそっちから流すのってできます？あのなんかスマホか何かから。あー、なるほど、できますね。多分 YouTube 開いて、あ、 YouTube か。そっか、そういう方法。いや、YouTube はちょっとできないんですけど、もうすぐお天気です。はい。あ、できないですか？あ、ダメなの？できはするんですか？やらないようにして。あ、thank you.
さて時刻は8時10分を回りました。この時間は 79.7MHz FM ギノワンよりお天気交通情報をお伝えします。まずは沖縄地方のお天気からお伝えします。本島中南部ですね、今日30日は晴れのち曇り、南東の風晴れ時々曇り、ところにより夕方まで雨、波1メートルとなっております。降水確率は、お昼12時までは 30%、 正午から夕方6時までも 30%、 その後は 10% となっております。日中那覇の日中の最高気温は32度ですね。はい、今日は雨が少ないって感じですかね。昨日おとついあたりは降ったり、ポツポツ降ったり、ザーッと降ったり、ね、降ったりやんだりが繰り返してましたけどね。はい、水分補給はね、雨でも晴れでも必要ですので、皆さんいっぱい水飲んで健康でいきましょう。さて続いて道路交通情報をお伝えします。まずはじめに沖縄自動車道からですね。沖縄自動車道は今のところ、失礼しました、龍大バス停付近ですかね、で、工事のため規制中となっております。上りですね。でもう一つは那覇インターチェンジ付近で工事のため第一走行規制がかかっています。はい、皆さん高速道路、事故が起きやすいのでね、気をつけてください。続きまして一般道お伝えしたいと思います。はい、今日は少し混んでますね。公営前原十字路から公営に向かってですね、そこが一部渋滞となっております。また、公営の方からガネコ方面じゃないですね、西原ですね、西原方面で少し一部渋滞があります。また大平の十字路からアハチャに向けたところでも渋滞、またこれはどこですかね、イキさん、アハチャの、あ、わかんないです、そこ読まないです。え、そこ読まない、いいですか、330と、あ、はい、失礼しました、330のですね、ライカム方面からズケランに向けて一部渋滞ですね。はい、あと北中から、あ、失礼しました、戸口から維新田の方に向けて一部渋滞となっております。はい、あと一つですね、58号線で茶壇から那覇向けでも渋滞があります。今日は車が多い感じですよ。はい、皆さん気をつけてください。以上お天気と交通情報をお伝えしました。それでは早速ツイキャス紹介していきましょうね。国張さんおはよう、団子さんおはようございます、団子さん初めてかな、つるくん、ちーちゃん、神吉さんおはよしの、団子さんイエーイ、 石ころさんおはもっこり、エコザイルさんおはよう、皆さんおはようございます。団子さんエンジェルギノワン、いいですね、天使天使ギノワン、ナルトラさんおはよしの、はい、鶴ヶ島カーズニーさんからおはようございます、運転中楽しく聞いていますよということで、ありがとうございますね。皆さん出勤途中の方多いと思いますけど、今日も元気にいっぱい笑っていきましょう。
鶴くんちーちゃん神吉さんからお金が欲しい、休みも欲しい、もっともっと欲しいということで、本当ですねお金が欲しい、切実に、休みも時間ですね、だらだらっとする時間でもいいですし、どっか旅に出たりする時間、いろんな時間、休みですね、もっと欲しい。はい、今日のテーマはブルーハーツで夢なんですね。あなたには両手じゃ抱えきれないくらいの夢がありますか？ぜひ皆さんの夢だったり、まあ、あれしたい、これしたいだったり教えてください。はい、ききまるさんもおはようございます。はい、栃木の私のところは雨で22度、涼しいけど湿気が強いということで、ききまるさんから、あはー、栃木一気に、でも一気にというか、気温が低くなりましたね。沖縄と10度ぐらい違いますね。あら、寒い、結構寒いじゃないですかね。まあ今季節のこの気温が変わりやすい時期かもしれないですね。体調にも皆さん気をつけてください。それではここでですね、やっと流れます、ザ・ブルーハーツで夢。動いたんですか？なんかでもなんかちょっとおかしい。一応かかってますけど、万全なんだけど、すぐ止まりそうな感じ。よかったけど。音漏らして、エコザイルさんが、これはさっき何だろう、ソファチでもザ・ブルーハーツの夢聞きたいから少しスピーカー音量いじって音漏らしてって言ってます。できるけど、リスラで聞けばいい。どういうことですか？終わったら、これがこれ、あー、そういうことか。やらないですか？ダメなんだろうか。あ、そっか、聞けないのか。スイキャス。もっともっと欲しい。ありました。もっともっとしたい。なんか言いますか？CM 前に。ああ。CM 前に寝る。あ、うん、じゃなくて、一言。はい、もう CM 行きます。あ、大丈夫です。そのまま入ってます。はい、チョコレが、また固まりそう。あー、何なの？サンスキャンも、こっちにあるし。日本だったら、この曲ですとか、あー、なるほど、言いますね。そうですね、確かに。この曲、テーマに沿って、テーマの感じですね。夢、夢だからね。これもしたい。人文化するの。これもしたい。ちょっと、そのまま BGM いきます。はい。
さて時刻は8時20分を回りました。今日のテーマはザ・ブルーハーツで夢ですよ。何したい、あれもしたい、これもしたいだったり、私の夢後で語りましょうね今日は何の日、はい、次は今日は何の日のコーナーです。まずは沖縄手帳から、ちょっと待ってください、沖縄手帳からご紹介します。8月30日、今日木曜日ですね。旧暦の7月20日、満潮時刻が9時5分と夜9時32分、干潮時刻は3時6分と昼の3時18分となっております。ここ今日はですね、マッカーサー、あ、失礼しました。先ほど旧暦8月って言っちゃったみたいですので、旧暦7月20日ですね。はい。今日はですね、マッカーサー元帥、日本上陸した日です。1945年。で、また、組踊り音楽三線の白間徳太郎さんが人間国宝に なった日だそうです。2005年、今日ですね。はい、漢字の間違いがもう一つありました。マッカーサー元帥、失礼しました、元帥ですね。マッカーサー元帥、日本上陸の日です。漢字勉強しないとですね。はい、頑張ります。今日は何の日をちょっとネットで見ていきます。今日はですね、富士山測候所記念日、また毎月8月30日は味噌の日でもあるそうですよ。味噌か、いいですね。味噌作りしてみたいですね。皆さん作ったことありますか、味噌。ね、結構お店で売られてるやつを買うことが多いんですけど、昔は自分で、ばあちゃんとかも味噌自分で作ってたよって言ってたので、伝授したかったな。味噌作り、近いうちやってみたいですね。大豆を発酵させてね。はい。そして、今日はあとは何がありますかね。あ、今日誕生日の方、知ってる方いました。1948年歌手の井上陽水さん、ハッピーバースデーですね。でまた1982年の今日、ジャニーズジュニアの松本潤さんも今日誕生日だそうです。誕生花はジャーマンダ、花言葉はタンパクそうです。以上、今日は何の日のコーナーでした。さて、メールが早速来ていますので紹介していきたいと思います。ラジオネーム進撃のめいちゃんさんからです。ヨッシーさんとゆきさん、お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。今日はお仕事が早出で準備しながら聞かせていただきますね。ありがとうございます。ではザ・ブルーハーツの夢、ヨッシーと同じだな。夢は旅行がしたい。いいですね。一人旅で大阪や東京に行ってみたいですね。あ、いい。一人旅もいいですね。二人、三人で行くのもいいけど。夢を実現する時間はかかりますが、旅行したいな。ではでは、楽しく聞かせていただきます。ということで。あ、いいですね。一人旅、フラット一人の時間というか、まあ、普段とは違う場所にね行って、大阪や東京行ったら電車も乗るだろうし、まあ、人もたくさんいますけどね、それはそれで非日常的な感じで楽しいですよね。これは進撃のめいちゃんさんの夢がね、ちょっとでも早く叶いますように。じゃあありがとうございます。後でリクエスト曲流しますね。そうですね、今日はちょっとですね、パソコンの調子が少しおかしいですので、まあ、できたら流したらいいなと思います。はい、あと1個いこうかな。はい、行きましょうね。ヨッシーの雪姫おはよう、ちゅエコザイル出すよ。エコザイルさん、ありがとうございます。今日は背筋痛で仕事休んだ、なのでたっぷりモーニング8聞けるさ。背筋痛、え、
なんかあれですか、力仕事ですかね、力仕事をやってからですかね。あーではモーニング8いっぱいたっぷり聞けるということで、やった、たくさんじゃあメール送ってください一通のみならずぜひぜひ。テーマはブルーハーツの夢ね、いい歌よね、カラオケのレトリバーの一つさ、間違えた、レパートリーだレパートリーって言いにくいですよね。でも夢はね、バイクや車のメンテナンスショップしたいね、で儲けは食っていくのに困らなくていい、困らないくらいでいいから、バイクや車好きな連中が老若男女、老若男女関わらず、問わずだ、問わず集まる場所にしたい、ただ先立つものがないのよね。なるほど、あーいいですね。そういえば言ってましたね、エコザイルさん、メンテナンスをずっとやってる自分でめっちゃいいと思います。やってみたらどうですか、メンテナンスショップ。なんか応援してくれる人とかいそう、お金持ちとかなんて言うんだろう、そういうサポートしてくれる方だったり、絶対あの需要ありますよね、ニーズは、バイクや車のメンテナンスってね。うん、あでもまたみんないろんな人集まれる場所、わかります。自分も、うーんはちょっと食堂というかパーラーみたいなのを開いて、自分料理したりしながら、そこで、うん、子供とか高校生、中高生、大学生とか集まったり、また上の世代の人たちもね、みんな集まってゆんたくひんたくしたりできる場所を作りたいなって思いますね。それもはい。さて吉野からチューもらって早く背筋痛治さんとね、じゃあ後からやということで、あげーまた結構チューこれエネルギーを入れますからね。じゃあ背筋痛治るようにいきますよ。はい、これで治った、イエイ治りますように、治りますようにと思いましたよ。それではエコザイルさんありがとうございました。バッチリ届いた、あよかったですはい、じゃあここでまあチューはねエコザイルさんしかやらないですけどねまあ他の方も欲しい方いたらどうぞとか言ったりして、ではここで一曲流したいと思います。モンゴル800で放念音頭。あ、いいですね、モンゴル800。これは CD ですか？うん、CD しか書けるの。でもさ、これ好き。おはようございます、おはようさん。トリップテン、シップリップテン。もし動いたら打ち上げ花火、はい、お願いします。
です。またジングルも出ないので BGM からいきます。え？BGM からいきます。ああ、なるほど。わかりました。いいですか。さて、モーニングエイト、今日のテーマはザ・ブルーハーツの夢です。ブルーハーツのこの夢の歌がありますね。その歌詞の中からキーワードを選んでもらって、それにまつわるエピソード、お話、何でもいいんですのでお待ちしております。メールアドレスは 797@fmgino1.com 797@fmgino1.com です。はい、じゃあツイキャス、かっちゃんさんから、ゆきちゃん、よし、おはようさん、おはようございます。かっちゃんさんもぜひ夢に関する夢のについてね、メールお待ちしていますよ。そうですね、自分、私の夢の話ちょびっとしましょうかね。夢、まあ、いろんな夢あるじゃないですか。小さい夢から大きい夢ね、あると思うんですけど、今何がやりたいかっていうと、あれかな、大家族を作って、大家族を作ることがまず一つ夢それを友達に話したら超笑われたんですけどね、相手いるのかって確かに相手いないとまずできないけど、まあいいんじゃないですか。夢は愛と笑いあふれる大家族作って、またシマクトゥバラッパー道場を作りたいなと。シマクトゥバでラッパーもできたらいいなと思って、ラッパーというかラップ、英語でラップ、日本語でラップもあるんですけど、シマクトゥバでラップもしていきたいなと思っていますね。で、ゆくゆくはシマクトゥバラッパー道場っていう、空手道場がいっぱいあるじゃないですか、沖縄、まあ、県内県外、こんな感じで道場、シマクトゥバのなんか道場みたいのがいろんな各地域でできたら面白いんじゃないかなと思って、その一つでシマクトゥバラッパーを育成する道場、楽しそうと思ってね。はい、どうですか。で、またパーラー、さっき言ったんですけど、パーラーも作りたいな。パーラーね、ばあちゃん、私の母方の祖母のご飯をよく食べてて、ばあちゃんみたいにあの美味しいご飯作れるようになりたいなっていうのが今の夢ですね。で、ゆくゆくはパーラーを、ちっちゃいパーラーでもいいのでね、作って、みんなでワイワイ集まれる場所を作っていけたらいいなと思っております。はい、さて、他の夢、いろんな夢があるんですけど、ここでね、やっぱ夢って口に出すことで叶うって言いますからね、どんどんみんな、皆さん言っていきましょう。やっぱ夢を持って、日々行動している友達も周りにいっぱいいるんですけど、そういう人たちにはたくさん刺激を受けますね。はい、例えばですね、空手をやってる友達がいて、沖縄空手を、この沖縄伝統空手をしっかり受け継いでいくっていう風に、同級生なんですけど、そういう気持ちでやってる人がいて、まあ今スポーツ空手と沖縄空手があるんですけど、でまたオリンピックもね、オリンピック競技の一つにもなってますね、なりましたね。そういう中で海外の空手家も含めたらもう5000人6000人かな、本当にすごい数の人が空手をやってて、で今沖縄に求めているのはこの沖縄の伝統空手の方で、なんかこの沖縄空手の真の意味を求めて沖縄にやってくるというのを聞いています。その方から今私も、まあ、時間があるときに空手習ってるんですけど、深いですね、沖縄空手。受けが大事だと、空手に先手なしということでね、受けることが、このつく攻撃じゃなくて受けることが自分の守りにもなるし攻めにもなるというふうに言ってて、深いなと思いながらね、まあまず3年ぐらいは続けてみたいなと、まだ始めて2ヶ月ちょっとなのでね、3年ぐらいは続けてみたいなと思っています。
で、あと一つですね、村づくりをやってる友達がいて、その、友達の夢もまた最高でですね、今はモバイルハウスを作ろうと。モバイルハウス？モバイルハウスって皆さん聞いたことありますか？結構このやっぱね、情報を持ってる人は持ってるみたいなんですけど、モバイルハウスって全然知らなくて、その友達から初めて聞いて、沖縄県内には本当にちょびっといるみたいなんですけど、この車の上に家があるんですよ。だから移動する車、モバイルハウス、その名もモバイルハウス超素敵ですよ。またお金もなんだろう、話聞いた話によると15万とか20万ぐらいで作れるみたいで、やっぱりなんですか、一人暮らしする学生にとってもいいんじゃないかということでね、今モバイルハウス作りを進めてる友達がいます。はい、またそういうイベント情報とかもねある予定なので、またその情報が出てきたときはシェアしたいと思いますので、皆さんもぜひ来てくださいね。はい、じゃあここで1曲入れましょうかね。はい、カチンバデラックスさんで男女かりゆしです。どうぞ。おお、カチンバ、無駄な動きはしないという、そう無駄がないっていうのが伝統空手みたいで、この動きも受ける時もこっちまで行き過ぎないで、なんだろう、なんかこっち最小限でやるっていう風にして、そうそう、かっこいいですねかっこいいんですよ、本当に友達。無駄、実践的に実践空手ですね。やりますか？やります？は、まあ、この実践で日々使えるっていうか、この空手の護身ってことですか？ん？護身ってこと？護身術、まあそう、護身術から来てるんですけど。どこでやってるんですか？近かったですか？あっちですね。富城。富城。タイムリー。空手会館の近くに道場があって、一応かかるんだと、打ち上げ花火、一応今だったら出ます。おー、あ、よし、じゃあどのタイミングか触らんでおく。あ、いや今触らないんで大丈夫ですよ、次のタイミングで。結構あと30秒です。はい、55分までちょっと待って、あと10分どうしようか。あ、はい、何もしなければ多分大丈夫。この
これ今読もうかな。あ、はい。さて、モーニングエイト、ただいま8時43分を回っております。それではここで、お知らせを2つお知らせを紹介しましょうね。西日本豪雨災害義援金のお知らせです。2018年7月の西日本を中心とした大規模豪雨災害により各地で甚大な被害が発生しております。そこで FM 宜野湾では被災された方々を支援するため、宜野湾市民の方々にとどまらず、多くの方に広く呼びかけ、義援金を受け付けております。皆様からお預かりしました義援金は、宜野湾市社会福祉協議会を通じて、被災地復興に活用してもらう予定です。FM 宜野湾での西日本豪雨災害義援金の受付は、口座振込も行っております。振込先がですね、沖縄銀行口座番号は 185-5259、 もう一度いきます、 185-5259、 口座名義は株式会社 FM 宜野湾、株式会社 FM 宜野湾となっております。義援金の受付は9月15日土曜日までとなっております。皆様のご協力のほどよろしくお願い申し上げます。義援金のですね、箱はこの FM 宜野湾こちらにもありますので、直接持っていただいても大丈夫ですよ。よろしくお願いします。さて、もう一つが FM 宜野湾チャリティーボーリング大会のお知らせです。宜野湾市社会福祉協議会さんは、福祉バスの老朽化に伴い購入資金確保の取り組み中です。今年で最終年を迎え、180万が目標です。そこでみんなで楽しみながら福祉バス購入実現に協力しましょうということでですね、ボーリング大会があります。チャリティーボーリング大会、日時は9月15日土曜日6時半からです。場所は宜野湾ボーリング。料金が2ゲーム代込みで1500円。2ゲーム代込みで1500円。懇親会もありますよとのことで、懇親会はね、別途でまたかかるんですけどね。定員は40名となっています。申し込みがありますよ。申し込みは797@fmginowan.com、 こちらの方か、もしくは電話 098-943-0094、 098-943-0094 FM ぎのわんまでということです。はい、ボーリング大会いいですね。ぜひちょっと私も日程調整して顔を出せるようにしたいと思っています。以上2つね、義援金のお知らせとチャリティーボーリング大会のお知らせでした。ここで、先ほど進撃のめいちゃんさんからリクエストありました、米津玄師さん、ダオコ、失礼します、ダオコ×米津玄師さんで打ち上げ花火流します。どうぞ。これ2枚だけですよね、はい、下も。朝と夕方に帯番組があって、
それで読む用のやつがまた待ってるんですけど、こっちはそんなに読まなくて1個か2個でいいです。はい、モーニングエッドの方は1個か2個でいいです。ああ、なるほど。あ、これ気になってたね。あ、なんか興味あるのがあってあれだって、話題になるんだったら読んでも全然。ああ。なんかね、ネタがない時とかも。そうですね。うん、8時台7分ぐらいあるんですけど、どうします？メールを一気に来たのでリスちゃんも読んで、どうしようかな。うちなぐちコーナーはちょっと新聞の後にしようかなと思って、持たします。何かで、はい、ひたすら夢話そう。怖くて次の曲の用意ができない。あ、肩終わるから。もう無難に BGM からいきます。はい。さて、時刻は8時51分を回っています。モーニングエイト、今日のテーマはザ・ブルーハーツで夢なんですけど、歌詞皆さん分かりますかね。ちょびっと読みましょうね。あれも欲しい、これも欲しい、もっと欲しい、もっともっと欲しいとかありますよ。俺には夢がある。ちょっとあまりにも音痴すぎて大変。両手じゃ抱えきれない、俺には夢がある、ドキドキするような、みたいな。夢いいですよね。熱い、この歌詞本当に熱いなと思って。本気でも嘘っぱちでも、限られた時間の中で、借り物の時間の中で本物の夢を見るんだということで、あれもしたい、これもしたい、もっとしたい、もっともっとしたい、毎晩育てている、俺には夢がある、時々ビビっている、なんだかんだ言われたっていい気になってるんだ、夢が叶うその日まで夢見心地でいるよということでね。
さてメールを一件紹介したいと思います。おはようございます、田辺さん、そして隣の女の子、はーい、よっしーです。テーマ、パワハラ。パワハラ、あーいいですね。いいというか、そこいろんな切り口からいきましょう。はい、さあさあ、朝からテレビは パワハラのニュースで持ちきり。パワハラで思い出すのは何といっても FM ギノワン。パワハラに対抗する一番の方法はより強いパワーで対抗すること。だから FM 小座にはパワーある人が多いのです。わら、そうなんですか。FM ギノワン、パワハラで思い出すのは FM ギノワンだそうですけど、ゆきさん。私もまだ FM ギノワンね、モーニングゲートさせてもらい始めてから5月に始めたので、まだね3ヶ月ちょっとなので、 FM ギノワン事情がまだまだよく分かっておりませんが、はい、でもそうですね、より強いパワーでいくこと、パワーといえば、何事にもパワー大事ですよね。やっぱ一日一日いろんな人がいるわけですから、はい、その中で負けないようにね、日々パワーをつけながら、パワーをもらいながら、エンパワーメントしながらね。そうなんです。 FM 小座にはパワーある人多いのですか。あー、パワーある人に会ってみたいです。ぜひ。リスちゃんはどんなですかね。はい、こんな感じでテーマ、パワハラについてメールもらいました。ありがとうございます。それではもう一つ、かっちゃんさんからですね。ゆきちゃん、よし、リスナーの皆さん、おはよし、イエーイ、おはようございます。テーマ、ブルーハーツ、夢にまつわるキーワード。あれもしたい、これもしたい。かっちゃんはね、ヨッシーとデートしたい、チューしたい、わら、ごめん。ウケるけど大事だね。あとはですね、あれも欲しい、これも欲しいの部分は、ゆきちゃんの三振欲しい、ゆきちゃんの三振のコツが欲しい、わら、以上です。あはは、どんなですか、ゆきちゃん、ゆきさんの三振も欲しいそうです。三振のコツが欲しいと。ゆきさんのね、三振はすごいですよね、本当に。だけどゆきさんも多分先週は何ですか、道ジュネで3日間夜通し弾いてたと思うんですけどね。またいろんな舞台でも弾いてるんでね、本当に私も三振のコツ欲しいです。まだまだ練習していますけど、かっちゃんさんもぜひ三振、沖縄では、沖縄の国際通りとかだったら、一番安いので1万いくらかとかで売ってますね、きっと。カンカラ三振だと思って安くで。誕生日にもらったのどうなった？誕生日に、あ、かっちゃんさん誕生日に三振もらったんですか？あ、じゃあそれ、ぜひ使って、ね、弾いてますかね。ちゃんともらったやつ。やっぱり三振もね、何事もね、日々練習するのみですから、いっぱい弾いて、いっぱい聞いて、聞いたらきっとゆきさんのように三振のコツがつかめてくるんじゃないかなと思いますよ。リクエストが来ていますけど、パソコンの調子次第ですね。パソコンの調子が直ったら流せるので少々お待ちください。はい、かっちゃんさん、元気なメールありがとうございました。エコザイルさん、パワハライコールヤマチンとの時に発生するイベント。あ、今流れてますか。あ、これ BGM。 あ、喋って大丈夫ですね。あー、ヤマチンさん、山内さんか。なんかそれはちょくちょく耳にしますね、確かに。はい。私はまあハッピーにもはてな。木曜日ゆきさんと一緒なのでね、そこら辺の事情がね、よくまだわからないでありますね。はい、はい、そんな感じで
9時台に近づいてきましたが、今日のテーマはザ・ブルーハーツで夢ですね。夢たくさんありますけどね、夢を語り合えるような沖縄にしていきたいですね。いろんなことたくさんあるけど、やっぱ夢を語ってパワーをつけて元気に生きていくという感じですね。あ、切れた。学習なんですか。あと少しのままとも落ちて、こっち見ないと。そうそうそう、こっち見て、こっち見ないと。時刻だと自分で何分に切れるとか覚えてないといけないけど、これはやってくれてるから、それをカウント543にいて、これ超すごいですね。でもうまく使わない。さて、時刻は9時を回りました。改めましておはようございます。モーニング8 FM ギノワンのスタジオから、木曜日担当平良吉のヨッシーが生放送でお送りしていますよ。引き続きメール、ツイキャスたくさんお待ちしています。今日のモーニング8のテーマはブルーハーツで夢、この夢の歌詞の中から何でもいいので言葉を選んでね、それに関するメッセージなどいろいろお待ちしております。メールアドレスは797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com です。この後26分までメッセージのご紹介や今日のニュースをお届けしていきます。うちなぐちコーナーもちょこっとありますよ。それでは琉球新報沖縄タイムスから記事をお伝えします。まずはじめに沖縄タイムス総合面からお伝えします。中西氏立候補を表明、野党系普天間問題の解決訴え。佐喜眞淳前市長の辞職に伴う9月30日投開票の宜野湾市長選に向け、宜野湾市政野党候補者で県高校 PTA 連合会前会長の中西春正氏が29日宜野湾市内で会見し、出馬を正式に表明しました。中西氏は、宜野湾市の教育も地域振興も普天間飛行場が大きな阻害要因となっている。この問題を解決すると決意を述べました。中西氏は、宜野湾市内の保育園、小学校で起きた米軍機の落下物事故を、全国どこにも見られない異常な事故と指摘。子どもの命を守ると訴え、
普天間飛行場の2019年2月の運用停止の 約束実行を日米両政府に強く訴えると強調しました。はい、そうですね、本当に普天間飛行場の何ですか、ね、運用停止、この撤去っていうのはいつになったらできるんでしょうか。本当にね、はい。それでは続きまして、琉球新報、市町村面からお伝えします。楽しんで防災学ぶ、宜野湾大蛇名団地自治会。宜野湾市の大蛇名団地自治会が住民の防災に対する関心を維持しようと、各行事で防災につながる取り組みをするなど工夫を凝らしています。お泊まり会で子どもたちが段ボールの寝床を作ったり、区民のスポーツ大会に消火競争を取り入れたりと、その内容は多彩です。大城周子自治会長は、楽しみながらやって関心を保ちたいと意欲を語りました。はい、そうですね、日々日頃からこのように、まあ、沖縄もいつこの地震だったり、この津波だったりね、災害はいつ起こるかわからないですからね、本当に。ああ、私もなかなかまだ意識が低いのでね、避難グッズとか準備しないとなっていうところはあるんですけど、とてもこの組んで取り組むのはとてもいいなと思いました。はい、以上、琉球新報沖縄タイムスから記事をお伝えしました。 CM を挟んで皆さんからのメッセージをご紹介します。ヨッシーの内縄口コーナー。お、ちょっと大きかったですね。それでは、はい、このコーナーでは味のあるシマクトゥバをなーひん、もっと日常で使っていきたいという思いから、内縄口の分かる人分からない人も楽しめるようなコーナーにしていきたいなと思っております。今日はですね、先週何ですか、先週とこの前の週は小芝居みたいなのをやったんですけど、今日はじゃん、食レポに挑戦したいと思います。昼夜食レポやいびんど、うちなぐちでどこまで食レポをできるかちょっとやってみたいと思います。どんな人やるかっていうと、実際にそこに行ってる風なして食べてる風なしてやりたいと思いますので、この皆さんが聞いてる方が行きたくなるような、またその食べ物を食べたくなるような
食レポができたら成功だと思いますね。それではいきますね。はい、たーい、昼夜、あれですね、ニュースキャスター風でいきますよ。はい、たーい、昼夜、食レポやいウィンドウ。あー、あんな優さ、お腹すいたね、もう昼夜ぬかみがや。あ、甘んかい一、甘んかい一さ、甘んかい、ズムズム、昼夜ズムズムんかいちゅんどう。ズムズムや、大山、宜野湾市の甘山やったがや、マシキマシキアイビンや、マシキ委員会アイビー氏がズムズム、アンシェガチャ、ハイタイはね、やさっさ注文にげえさびら、アンシェ昼夜トンチンカンパスタスープとごまプリンウニゲーサビラ、はい、後からや、うん、ウニゲーサビラ、あーやーさんや、やしが来る店、あー、ゆるゆるなくていろんなことしていますね。自力生態、あ、自力生態でいるむん朝や、自力生態というものもあるんですね。あー、ぐすよしっちょうがや、自力生態運で、あー、いろいろ生体とかちちゃるくて足が自力生体やわね、わからんや、あんし、あー、やちむんくぬちゃーごはいっちょうる、やちむんや、いっぺ上等、上等やっさ、やちむん、へー、あんし、すむちもいっぱいあるね、すむちいっぱい、本もいっぱいあるさ、ちょっと読んでみよう。腸は第二の脳、腸は第二の脳、脳があって腸は第二の脳、はあ、それほど腸やいっぺ低質なとくるやっさや、はあ、だんだんいいかばすっさ、まあさかばすっさ、あ、なあ、とうとうとう出てきた出てきた、あ、いっぺまあさぎさん、とんちんかんパスタスープ、あんしこっちさびら、うん、おー、マジこの汁屋一平まーさん、うん、あー、しょうがぬ、しょうが、しょうが、うちなぐちし、何っていうかね、しょうが、しょうがが効いておいしい、うん、まーさん、まーさん、売りからこのチデークニーとかいろんなもの入ってるパスタ、また栗にパスタが合いますね、うん、まーさん、うん、うん、アンシクワッチーサビラ、アンシチゲー、ゴマプリン、おー、ゴマプリン委員会、上には黒蜜がかかっていますよ、黒蜜、黒ザーターの蜜、黒ザーターかかっとおいびん、アンシクワッチーサビラ、うん、うーん、くれ、ほっぺた落ちそう、まあさんやー、私ほっぺた落ちそうに、うちなぐちし、ぬんぬんでいいがわからんしが、うん、まあさん、まあさん、ごまプリン、ごまのごま風味と黒蜜がいい感じに口ぬなあかんかい、いっぺん広がる、広がっていきますね、はい、私こっちさびたん、私また食うわ、またまた食うわじゃない、また来ますね、はい、ズムズム、ニフェデビル、カランカラン、ガチャ。ということで、どんなですか、皆さん。ズムズム、この FM ギノワンからも近いですよ。FM ギノワンから、まあ、車で5分、10分、5分ぐらいですかね。すぐあります。自然食でパスタ。パスタがメインですけど、このトンチンカンパスタスープだったり、お日様モーニングパスタ、パスタの上にサラダだったり卵焼きがポンって乗ってあったり、グラタン、グラタンも美味しいですね。私はそこのファンでして、まあ、小さい頃から行ってたんですけど、ぜひ皆さんもズムズム、ズムズムはZUM、 ZUM でズムズムなんですけど、体が
ムズムズするような、その食べたら体がムズムズするようにという意味も込められているみたいで、ズムズム、ぜひ皆さん検索して行ってみてくださいね。もしかしたら土曜日に行ったら、土曜日に来たらですね、もしかしたら私がいるかもしれないですよはい、以上ヨッシーの内南口コーナーでした。ここでじゃあ1曲お届けいたします。ボビー・マクファーソンさんで Don't worry, be happy、 どうぞ。ファーリンですか？あ、ファーソンって言ったでしょ。 F-E-R-R-I-N だから。あー、マクファーリン。マクファーリン。マクファーリン。後で修正します。え、空耳。ミシさん、三振の時すごいって言ってないですよ。わからん。空耳じゃない。でも、あ、空耳ってそういう意味で空耳か。そう。発言が心に冒険をすぎる。これリスちゃんさんの読んだ方がいいですか？あ、なんですか？リスちゃんさんの読んだ方読みますか？メール、空耳、どっちでもいいです。え？どっちでも。あ、どっちでもいいです。
さてモーニングエイトも残りわずかとなってきました。今日のテーマはザ・ブルーハーツで夢、ザ・ブルーハーツの夢の中からキーワードでメッセージを募集しておりました。あと少しもまだ募集しておりますよ。リスちゃんからですね、テーマ空耳できました。ゆきさんは三振のコツがすごいと言おうとして、ゆきさんは三振だけはすごいというパーソナリティ、わら私言い間違えたかな、もしかしたら言い間違えたかもしれない。発言が心に冒険を過ぎる酒井のりこのりこかということで、発言が心に冒険を、心に冒険をっていう言葉は好きですけどね。そうですね、ゆきさんは三振もすごい、はい、まあ、言葉には気をつけたいと思いますありがとうございました。さてあのですね、今日の新聞でこのおーっと思ったのが、空を飛ぶ車2020年までにというふうにあってですね、琉球新報かタイムスか忘れたんですけど、もう空を飛ぶ車まで、空を飛ぶ車が現実になるの、現実に見るのって多分私も生きてる間なのかなっていうのが本当にしてきましたね、その記事を見た時に。結構どこの国だったかちょっと、まあ、メモし忘れたんですけど、まあ、日本でも今その実験中みたいで、日本以外アメリカだったかな、どこか他の参加国でもこの空飛ぶ車を今実験中ということで、これはこの陸道路、陸海でのこの渋滞とかが渋滞緩和になるというふうに書いてあって、空飛ぶ車って飛行機とはどんな風に違うんだろうというふうとね、なんか空飛ぶタクシー、そういう風にありました。面白いです、面白いというかすごい時代になるなって、うん、これもでも夢をね、空飛ぶ車作りたいって夢を見た人から始まったのかなと思いますね。さて夢あれもしたいこれもしたいたくさんあるんですけど、例えばですね、何にしようかな、まああれもしたい、オフライン生活もしてみたいですね、はい、まあ日々あの何ですか、 LINE だったりメールだったり本当にいろんな情報が溢れてるし、まあ、つながりやすくなった、このね最近つながりやすくなったのはとってもいいと、便利だしいいですけど、まあ、1ヶ月ぐらいオフラインをすることは直近の夢というか結構近い夢ですね、はい。あと暗号通貨ももっと勉強する時間が欲しい、うん、暗号通貨最近もうブームというか必要なんだなというふうに、ちょびっとだけはまだ勉強してまだちょっとなんですけど、暗号通貨は、まあ、沖縄、日本ではまだ少しずつ増えて いるけど、アフリカとかだったら暗号通貨を使ってあのショッピングしたり買い物やり取りをしている人が多いというふうに聞いてて、これからどうなっていくのかなという、まあ、経済とか世界情勢についてももっと知識深めながら暗号通貨も勉強したいなと思っていますね。夢、いろんなやりたいことありますけど、やっぱ大家族作りたいですね結局やっぱりワイワイと愛と笑いがあふれる家族が作れたらいいなと。楽しいじゃないですか、やっぱうちのあの言葉で、わらび、わららんしがわらびとぅる笑われるという言葉がありますね。お金とは笑えないけど、お金では笑えないけど子供と笑うことができるというふうに、確かにお金は人は絶対必要ですよ、人はもう大事、生活していくために人ないと人念
ないね、生きて一日いからんくとや、お金がないと生きていけないんですけど、やっぱ子供です、子供をね、わらびんちゃーとやっぱ楽しい時間を過ごせるのが一番ハッピーかなーと思いながら、あと泡盛の工場見学にも行ってみたいです。泡盛の工場行けるんですかね、普通にひょこっと。あ、行けますか。あ、行ったことあるんですか、ゆきさん。行きたいんですよ。泡盛好きだけど、もっとね知りたい、歴史とかどういう風に作られているのとか。沖縄に県外生活を除くと、20年ちょっと住んでるけど、沖縄のこと、泡盛のことだったり、やちむん体験もしたいんですよ。やちむん体験もなかなかしたことなくて、勉強したいなと思いながら。あとは琉舞を習うこと、琉舞も習いたいですね。なんかもう今日私の夢ばっかり語ってるんですけどね、夢いっぱい書いたら叶うみたいですよ。毎日書くとやっぱ言霊なんですかね、言霊、言葉の魂、書くことでこの実現につながるというか、でまた誰かに話したらさらに実現できると聞いてるので、今日はこの場を借りてたくさん夢をシェアさせていただきましたが、ありがとうございました。あと少しありますね。そうですね、どんな、直近でやらないといけないこともいっぱいあるんですけど、やっぱこういうやりたいこと、ワクワクするやりたいことを大切にしながらいきたいなと思いますけど、エコザイルさんから、正弘酒造は見学しやすいはずよということで、正弘酒造、ちょっとじゃあググってみましょうね。連絡してみます。この夏休みの間にでも行けるようにしたいなと思います。さて、エコザイルさんありがとうございました。さて、残りもわずかですけど、この後は10時からライフサポートラジオ、11時から暮らし研究ラジオ、12時からはミースのチラトークを放送します。今日も FM ギノワンでお楽しみください。モーニングエイト、お相手は木曜日担当、タイルヨシのヨッシーでした。ニフェイデイビル、タンディガタンディ、またやったい。